ペンペンペン。はい、どうも皆さん、こんにちは。繁盛でーす。というわけで、今回、本日なんですけども、4月21日ということで、スプラトゥーン1周年、おめでとうございます。パパパパー、おめでとうございます。スプラトゥーン1周年。というわけで、なんか、まあ、フェス、まあ、生放送でやっちゃったんで、また動画出すのもあれだと思ったんで、こいつを使って、スパイキーを使って、ギアを、ガチャをしようと思います。サザエのガチャね。とりあえず、スプラトゥーン1周年企画、丸1ね、丸1。さあ、ギアパン、付け直すよね。これで、僕はギアを揃えていこうと思いまーす。やっていきましょう。さあ、行くぞ。揃えたいギアはどれかまず悩むところ。どれにしようかなー、揃えたいギア。あ、ペナルティアップが欲しいんだよね。俺、そしたら、まず。ペナルティアップのね、ゾンビが欲しいんで。ゾンビちゃんはどこかな？あ、違う。これよく使うじゃん。ギアパワーで並べれば分かりやすいっていうので、最近知りましたね、繁盛。繁盛最近知りましたね。したら、パターン。これでいくか。こいつ回しまーす。いくぞ。回します。これが揃うまで、とりあえず、やっていこうと思います。惜しい！惜しいね、君。惜しいね。で、これなんかゾンビのかけら？これだ、かけられるじゃないですか。これをガチャでやると、なんか めっちゃ溜まるらしいんで、いいっすよね。いいね。で、今回のフェスはね、あんまり勝てませんでした。はい。あんまり勝てませんでした。で、なんだっけ、まあ、いろいろありましたね。スプラトゥーン1周年。1年間経ってるからね、スプラ2が発売されて、早いもんっすね。いや、早いね。すんごい早い。まあ、スプラトゥーン1の時もまあ、最初の方と最後の方は大会よく出てたんですけど、スプラトゥーン2はね、最初の方は全く大会出てなかったですね。うん。大会は出ずに、普通になんか適当に。むしろスプラトゥーン2最初の方は逆にあんまり、だったんですよね。なんか、ヒッセンと、ヒッセンとラピッドブラスターが最強時代だったんですよ。そこから振り返っていくか。なんか、ヒッセンがね、猛威振るって、射程が、今では短いですけど、昔のヒッセンって射程がめちゃくちゃ長くて、なんで、ラピッドブラスターも最強で、で、なんか、ヒッセン3人とラピッドブラスターでみんな優勝してるみたいな感じの環境だったんですよね。インクアーマーがとにかく最強だったんだよ。インクアーマーが。全然割れないし、すぐつくし、みたいな。そんな環境でしたね、最初ね。全然ゾンビつかねえな。うん。次なんだ？次洗濯機とかが強かったのか？確か。うん。で、なんかね、インカーマが生えてた時期はね、ローラがね、マジきつかったんだよね。うん。で、なんか洗濯機とか増えてきて、スプラッシューターも強くて、クイボが4つ投げできてた時代だからね。まあそうなると必死も強いってことなんだけど、まあそんなことがあったな。それでどん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 伝えて、まあ今の環境になったって感じなんだけど、今の環境すごいいいね。普通にいい環境だと思うわ。いい、すごくいい。全然揃わん。いや、いい環境だよ今。なんかマイナー武器っていうものがあんまりない。どの武器も均等に強いって感じだから、俺は今の環境すげえいいと思うな。まあ、ローラーも強いしね。うん、すごいいい環境だとは思いまーす。揃わないよみんなー。いや、1周年っていいなー。てか、ほんとに、スプラトゥーン2を始めて、何ヶ月か経った時に、YouTube に力入れようってやって、半年後ぐらいわかんないけど、どんくらい経ったのかわかんないですけど、YouTube に力入れようってなって、で、まあ YouTube に巡り合ってっていう、おー揃いました、やった、いいね、1個目。揃っていく。いいじゃん、いいじゃん。揃ったね。足もなんかね、いいギア欲しいんだよね。うん。押したらね、何にしようかな。キャンパスハイトマトを揃えちゃう？あ、これあれか、開けないとできないんだね。俺結構あれだな。開けちゃったな。いいギアはあるかな？ギアギアあるかな？いいギア、いいギア。めちゃくちゃいいギア。これ、イカ速揃えたいと思いまーす。いくぞ！なんかゾンビでのかけら欲しいな、でもね。わーお！わーお！一発で揃っちゃったよ。すごいね。物欲センサーってすごい。あんまり欲しくないと思ったら一発で揃っちゃった。
てててて。パンパンニャパンニャン。パッパッパッパーニャニャン。なんか足にもあったよね。同じようなギア。ゾンビ1点に。あ、ないか。服かな？何がいるんだろう、頭。カムバ？カムバゾンビもあるしな。サブインクもあるし。逆に、ギアが揃いすぎてる説あるな、俺が。いいギアあるかな？いいギアはないかな、君たち。いいギアないかな？いいギアないかな、ないかな？オンチか、俺は。なんか、ローラーとかに使えるギアないかな？いい感じに。やっぱ見た目はこれが一番いいよね。こいつ。見た目が一番いい。なんだかんだ。これが、今俺ダブル X サングラスだけど、これもなかなかだね。いつか揃えたいな。服かなぁ、単内の。ローラーに使えるギアって言ったらでもイカ忍者だもんね。イカ忍者マスターなんですよね、自分。実は。イカ忍者のギアがめっちゃ揃ってるんだよね。イカ忍者。これ、めっちゃ揃ってんだよね。イカ忍ゾンビもあるし。欲しいものがね、ないんですね。イカ忍者に関しては。なんか動画用で作るやつ、撮っとく？俺が使うのでも、ラピッドブラスターだから、ラピッドのギアなんかあるかな。ステジャンか。やっぱステジャン。あ、でもステジャンイカ速あるしな。0.2 スパタンの。完璧やん。完璧かよ。完璧なんだけど、マジで。加速も 1.3 と、インカイプ 0.2 もあるし。欲しいギアが、ハンサーない。見た目で決める？イカニンイカ速さ、見た目変えようぜ。じゃあ、俺のいつものピンクのシャツ。なんか見た目、なんかヤンキーっぽいのないの？なんか見た目、イカスみたいな。これか。こいつか。こいつになっちゃうんだよなぁ。それか。いい感じのギア。見た目。こいつになんのか？結局。でもこいつなんかいずれ使えそうなんだよな。なんかいいギアねえかな。意外とギアねえな。開けたいの。ステジャン変えるか。ステジャン変える言うても開いてねえしな。あ、かけられ適当に埋めるか、今から。かけら埋めよう。なんか、適当に。それでいいやん。これで、かけら埋めちゃえばいいんだ。思った、俺天才だ。埋めればいいんだ、俺。マーキングアウトが119個あるし、これ。これで埋めよう。天才だ、俺は。これは天才すぎる。この起点の良さ。神がかり、俺みんなに言うアニバサリー。よし。これキャンパサイトマト。これ昔超使ってたからな。キャンパサイトマト。引き直す。行くぞ。ほっ。ほっ。これでギアが揃う。頼むぞ、ステルスジャンプ。キャンパサイトマト。よし。揃ってくれ。揃ってくれ。というわけでね、YouTube、そう、YouTube に出会えてね、でもね、よかったっすね。YouTube。今年、なんとか今年に、チャンネル登録ね、10万人いけたら非常に嬉しいなと。とりあえずの目標は、それだからね、ずっと。うん。待ってな、ですね。で、夏休み企画とは言ったんですが、まだ他に何も決めてません。なんかやってほしいこととかね、あれば、よかったら皆さんコメントとかね、いただけると非常に嬉しい。てかもうみんなもうちょっとコメントしよう。コメント毎回してくれてる人もありがたいんですけど、なんか他の YouTuber ってやってなんかコメント数がね、まあでもじゃあまあ多いとは思うんだけど、もっとね、もっともっとみんな僕的にはしてくれるとね非常にありがたい。うん、みんなしよう、みんなしようぜコメント、まあ、あと高評価ね、まあ、高評価もお願いします。なってな感じで、はい、揃わない。そうそう、まあ、1周年って言ってもスプラトゥーンについて話すことっていうか、なんかあれだよな、今までの活動のまとめみたいになっちゃってるな。まあいいか。でもこのゲームあれだよね、なんかそのス
プラトゥーンのその大会最初の方出てなかったけど、中盤からまあ後半はあんまり全然出てないんだけど、まあちょっと中盤あたりがなんか大会結構出るようになって、まあ優勝とかもしたりとか、してまーす。で、今全体的に見たら今は中盤なんだけど、まあ今後半に差し掛かってくる中で、中盤から後半に差し掛かってくる中で、またスプラトゥーン2のね、モチベーションが上がってきたので、また大会優勝とか、目指して頑張っていこうかなと思ってます。まあ、ローラーはまだまだいけるんでね。うん。で、ガチマッチの方はね、腕前 X が、まあ、なかなかストレスが溜まるやつだからね、あれは。だから、まあ一応武器トップは全部取ったんで、まあなんで、まあ僕的にはもう満足。正直満足。また次のシーズンに向けて、また来月、また武器トップ、まあぼちぼち狙って、それ動画にしてって感じかな。うん。いけって、僕のなんか目指してる動画スタイルっていうか、まあそれはなんか初心者の人にも、中級者の人にも、上級者の人にも楽しんでもらえるっていう、まあ動画を僕目指してて、でなんか、まあ一番いいのがさ、なんだろうね。まあ上級者の人、まあ僕ローラー使ってるんですけど、まあローラー使いとか、まあ腕前くじってローラー使いとか、まあ他武器の人でも、あ、繁盛こういう武器なんでこういうことしてるんだっていうのが、まあ見れば大体上手い人はわかるんですよね。うん。で、中級者の人は、なんか腕前くじいけないとか S プラス上がれないっていう人たちだと思うんですけど、そういう人たちも、僕の動きを、まあ少しでも参考にしてくれれば、もしかしたら、腕前 X とか S プラス上がれたりすると思うんですよね。で、なんか僕の動画を見て、なんか腕前 X できましたよ、S プラスできましたっていう人は非常に多い。うん。非常に多いので、多分、それでもいいのかなと。で、初心者の人はスプラトゥーンってこういうゲームなんだよとかね。うん。で、なんか、まあ、キルしたり、まあ、いっぱいキルしてるすげーとか、まあ、こういう動きするんだ、ここ死なないんだ、すげーみたいなさ、感じで思ってくれれば、まあ、いいのかなと。うん、思ってます。はい。こんな感じかな。そう、だから、まあ、初心者から、まあ、上級者が楽しめる動画を目指してるんですけど、まあ、なんか、こういうことやってほしいとか、まあ、こういう風にした方がいいよみたいなアドバイスも全然、僕、ウェブサイト作ってるんで、そちらの方のお問い合わせでもいいですし、もちろんコメントでもいいですし、はい。そちらの方も、まあ、お願いしますと。いい形ですね。うん。俺今何個使ってるこれ。パオ全然揃わないね。やっぱ、物欲センサーってすごい。すぎょい。すごいじゃなくて、すぎょい。やいナイスータッタンナタンタランタッタンタンタッタンタッタンタンタッタンタンタッタン。そしたら、次はどれ取ろうかなー、どれ取ろうかなー。てか、次ラストにした方がいいな、ギア的にな。またやりたいしな、この企画。まあ、アサリ、アサリ？いや、サザエ、もう今50個くらい使ったもんね。パリャ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 なんかいいギアないかなー。このサングラス気に入ってんだよね、俺。なんか知らんけど。なんか知らんけど気に入っちゃってるんだよなー。なんかいい感じの、なんか純ブランドで揃えた方がいいんだろうなー。揃えやすさだったらねー。なんかいいのねえかな。いいギア。いいギアないかな。いギアないかな。ないかな。なんか将来使いそうなギアとかにするか。なんだろう。でもゾンビもな、俺結構極めてんだよね。ゾンビが強いんだけど、このゲーム。ゾンビ 1.3 あるでしょ。加速ゾンビもあるしな。服か、逆に。イカリンゾンビあるっけ俺。あるって言ってたよな、なんかさ、さっき。完璧かよ、この男。俺完璧すぎないか。もしかしたら足か。イカ足イカニンとか。イカ足イカニンはねえわ。あるんだよな、でもゾンビの。足にイカ足がなんかいいの欲しいか。じゃあ、ね。そうだね、そうだね。足にイカ足いいの欲しいね。どうしよう。うわ、いい感じ。このギア。うわ、いいのしかない。いいのしかない。いいのしかない。完璧。自画自賛。何を言ってんだ、この男は。あれ？俺、欲しいギアない。ないっすね。欲しいギアが。
まさかの完璧だわ、正直自分で言うのもあんだけど。ペナアップでいいのあるかな。ペナアップ、もうちょいペナアップ探す、ペナアップ探すのもいいし、ペナアップか。これはペナアップ以加速、ペナアップ以加速だな。うん、以加速でもないな。純ブランドはプラーゲスがないね。ペナアップこれもいいギアなんだよな、地味に 0.1 スペゾーで。これから意味わかんねえ。エンペリーってなんだ、ないな、まあ、ないないということで、じゃあ終わるか。まあ、とりあえずね、スプラト1周年経ちましたが、うん、スプラト1周年経ったんですが、まあ、なんでしょうね。2周年まで、とりあえずスプラトゥーン2は絶対持つと思うんで、それまでやってスプラトゥーン3を待つって感じか。よし。というわけで、また YouTube 毎日投稿生放送続けていくと思いますんで、皆さん何卒よろしくお願いいたしまーす。じゃあ、またこれ 10万人のいつか行った時の動画でもこういうこと言ってたわけ。じゃあ、とりあえず終わりたいと思います。ありがとうございました。